海令は海洋研究開発機構の深海探査研究船。運航、管理業務は日本海洋事業が委託を受けて行っている。1995年1月17日の阪神、淡路大震災を受けて6月16日に地震防災対策特別措置法が成立した。これに伴って1996年より科学技術庁の主導下に 地震総合フロンティア研究がスタートした。これは、理科学研究所、宇宙開発事業団、各燃料サイクル開発機構、日本原子力研究所及び海洋科学技術センターにおいて、これまでに蓄積された知見、技術を最大限に活かして、修学的に地震学研究を進めていくというものであった。ジャンステックは、 海底下深部構造フロンティア研究を分担しており、海底地下構造、特にプレート間地震の震源や、プレートテクトニクス的な重要点である海溝の探査が重要となった。ジャンステックでは、1994年でマルチチャンネル反射法地震探査システムを開発しており、有望な深部地殻探査手法として期待されていた。また、同年度では、有人潜水調査船、 深海6500の事前調査、救難用として1万メートル級ローフ、海港が開発され、横須賀に搭載されていたが、ローフに頼らない、救難手法の開発を受けて、海洋調査業務への投入が期待されていた。これらの新装備のプラットフォームとして建造されたのが、元船である。1995年補正予算において、深海域の総合的な調査研究を行う。 深海調査研究船の建造が認められたことから、ジャンステックでは、深海開発技術部を中心として、深海調査研究船建造プロジェクトチームを発足させて、検討に着手した。同年10月には、川崎重工業と建造契約を締結、1996年2月に起工式が行われた。広報からの専維設計面では、 横須賀を基本としつつ、その運用実績を踏まえて、全面的に改良が施された。推薦下の形状は、ほぼ同一であるが、作業性を重視して、探偵パ板が、貫通パ板とされたことから、船形は2層の全通パ板を備えた、挑戦主郎型とされている。また選手は、バルバスバウ、船尾は、トランサム型が採用された。 横須賀の運用実績を踏まえて、居住区画は、機関室全部の第二甲板上及び、上甲板上の四層の甲板に配置されている。長期間連続の調査となることから、研究員、部員ともに、すべて一人部屋内し個室4人部屋配置とされている。また調査中の交通の便を考慮し、標準サイズのラックを持った状態でも、スムーズに船内を歩けるよう、 通路の幅は120センチに広げられた。主機関としては4サイクルディーゼルエンジン2機を備えている。横須賀と同様、音響機器への悪影響を防ぐために、水中放射雑音の低減策を講じている。主機関や減速機、エアガンなどは、防振ゴムによって指示されており、防振指示をしている機器と配管との取り合いは、フレキシブルジョイントとされた。 これら機器室付近の船底外板などには、エポキシ樹脂系の塗布型製神材が施行された。また、プロペラのキャビテーションによる雑音を低減するため、スキュードプロペラとするとともに多翼化、体型化、低回転化が図られている。なお、特にローフの着水用周時などには、精密な操船が求められる、正確上からバウスラスタを、装備、操縦装置を、ジョイスティック化した。 ただし、自動繊維保持装置は搭載されず、簡易型のキクスが搭載されたものの、基本は手動運用であるため、24時間のオペレーションには期待用となっている。本線では、下記のローフ、開口の運用能力が重視されたことから、即位地形調査システムを中心として、先行支援システムが構築されている。即位用としては、 電波広報装置と音響広報装置が搭載された。電波広報装置は GPS およびディファレンシャル GPS、ジャイロコンパス、ドップラースピードログなどからの情報を統合処理することによる高精度測位機能を備えるとともに、あらかじめ設定された計画航路との比較により、オートパイロットを制御して自動航行機能も有している。特に、 ディファレンシャル GPS の導入は、従来のシステムと比して、測位精度が一桁以上向上したと評された。一方、音響広報装置は、海底に設置されるトランスポンダと、海港搭載のレスポンダ、船底の操縦破棄アレー、洗浄処理装置で構成されている。測位方式は、スーパーショートベースライン方式と、ロングベースライン方式である。トランスポンダとしては、 大震度用の 7kHz 帯と 6000m 級の 14kHz 帯の2種類を装備しており、水深約1万 1000m までの海域において、目標地点に海溝を正確に誘導できる。またジャンステック所有の多線で使用している音響広報装置の周波数も使用できる。海底地形調査のため、船底には C ビーム2112.004型マルチビーム、 音響促進機が設置された。これは周波数1 2ヘルツ2度2度のナロービームを151本生成して海底地形を即座に等身線図として作図することができるほか、再度スキャンソナーとしての利用も可能である。なお本線では受信機は地層探査装置と兼用とされた。これにより開口の運行を含めた 調査計画立案が大幅に効率化されたほか、海溝で実際に観察された海底面の様子などと総合することで、新しいアプローチでの研究が可能となった。また2013年末から2014年にかけて、CBM3012A の更新が行われた。これは、相波ビームフォーミングによって送信ビームの安定化を図るというスエプトビーム機能を付与するとともに、 ビーム数も301ビームに倍増、巣は巣幅も拡大されている。またこのほか、線上重力系やプロトン磁力系、および酸成分磁力系が搭載された。重力、磁力データは地球物理学において極めて重要な資料であるにもかかわらず、特に海上ではサンプル数の絶対的な不足が問題になってきた。本線では、 構想中にもデータを自動的に取得できることから、長期間、広域にわたる観測が可能となっている。上記の通り、本線のもう一つの主要装備が、マルチチャンネル反射法地震探査システムである。これは、高圧空気によって、海中で大きな振動を発生させ、これが、海底下数十キロメートルという深部まで達した後に、跳ね返ってくる反射波を受け振り、解析することで、 海底下の構造を探るものであり、海底下深部構造を知るために最も有力な物理、探査法の一つとされている。ジャンステックでは、本線と並行して改装が進められていた未来等対にして、未来は高位度高天海域を、海例は海溝域を中心として分担して、観測を進めることを構想した。本線の搭載システムは、震源部、受信部、 データ解析部などから構成されており、海洋で試験に供されていたシステムに対して、震源部のエアガン容量強化など、所定の階層を加えた上で元船に移設してきたものであった。震源部は水中で栄光されるエアガンと、これに圧縮空気を送るコンプレッサー、発信を制御する震源制御部からなる。コンプレッサーとしては、 市販最大級のオーストリア LMF 社製品を2機搭載した。また受信部は120チャンネルの受信機を内蔵したストリーマーケーブルや制御、記録装置、ケーブル深度制御機及びケーブルインチからなる。ストリーマーケーブルは当初は3500メートル長であったが、後に5500メートルとなった。またこのか、上記の c b m 2112.004型。 マルチビーム音響促進機のサブシステムとして地層探査装置が搭載されている。これは、規則的に 4kHz の音波を発信して、海底下数十メートルの海底表層付近の地層を得るもので、ある。その後、C ビーム3012への更新に伴って、この機能が削除されたことから、別体の専用機として、バシー2010が導入された。資料採取用としては、 トラクション機能付きのワイヤーウィンチが設置されており、20メートルのピストンコアサンプラやドレッチャー、グラブ最低機を投入することができる。ワイヤーのミサオで速度やミサオで長、長力情報は、船内の欄に出力でき、海底での挙動を船上で把握できるようになっている。また採取した資料の処理や科学、生物学的調査研究も、船上で行える、よう。 研究設備も備えている。これらのラボラトリは、開口格納庫内の上甲板及び、探偵甲板上に、またその他の研究設備も上甲板上の居住区画内に集約配置している。着水用集システムは、基本的に横須賀のものの改良型であり、船尾の A フレームクレーンと別作着水用集装置、移動台車及び一時、 ケーブルハンドリング装置によって構成されている。A フレームクレーンは、深海2000の支援母船として建造された、夏島で採用されて、以降踏襲されてきているもので、本船搭載のものでは、C ステート4まで通常通りの運用が可能、また C ステート5でも緊急要求に対応可能と、されている。搭載機であるローフ、海口は、水中重量が、 約3 0トンと、風勇気量であり、吊り下げ時には波の影響で、システムに過大な外力が加わることが懸念された、ことから、一時ケーブルに衝撃荷重の負担がかからないように、着水用ー時には専用の別策を用いる、方式とされたほか、この別策が緩むことがないよう、高張力、オートテンションと低張力オートテンションを適宜に主導。 内視自動で切り替える各種の機構が導入されている。なお、開口の本来のビークルは2003年5月29日の事故で行方不明となり、以降は7000メートル級のローフとして、開口7000、開口70002、開口マーク4と順次に乾燥を重ねつつ、運用されてきたが、2007年のアビスモの実用化によって、1万メートル級のローフの 運用能力が復活することになった。ありがとうございます。